2月29日のナイトから、まあ、ゲストが、まあ、先ほどねアーカイブスの振り返りでも、見ていきましたけど、報道気象の谷口さんだったんですけど、この方また素敵なキャラクターをお持ちな方なので、いろいろと、盛り上がりました、まあ、そのワンシーンです。いけますかね。はい、木曜日のナイトからどうぞ。いや、エアギターっていうより私の場合はどっちかというとエアホテっていうグループのジャンルなんです。ああ、ジャンルが。結構あの他のギタリストのモノマネはできないんですけども。はい、へえ、エアちょっとメジャーなものあるんですか、エアホテ。まあ大体やっぱりあのホテさんを知ってる方からすると大体このまあギグのまあステップっていうんですかね。はい、まあ大体あのあ足元映っちゃって大丈夫ですか。あのこうまあ大体こうギターちょっとこうちょっとこの辺に持ってる感じ、固定さんっていうのは大体で、まあ、こう入っていきながらこういう感じでこういう感じが結構多いんです。でこうステップ乗ってくるとこういうちょっとこの辺はちょっとロンドンスタイルなんですけども、あのすいませんねちょっとこれ前回ちょっとやらなかったのでちょっとアイデアやらせていきましょう。カメラ撮る方がもうどこに合わせていいかカメラが追いつけずさすがですね谷口さん。ちょっとカメラワークを飛び越えてかなりこうアクションが大きい方なんですけど、こうなかなかこう何ですかね、セットの外を撮るっていう機会はなかなかないので、うん、初めてなんじゃないですかね。クロマキーのセットまでちょっと見えてたんじゃないですかいや面白かったですね。あれぐらいのパンチも羨ましいですね。ちょっと作ってみようかな、うん、いや谷口さんまた来てほしいですね。ああいうの見るともう一回見たくなりますね。はい、では続いていきましょう。今日ちょっと多いのでどんどん行きたいと思います。3月1日木曜日のソライブムーンから、あこの日雪乃さんが来た日ですね。山崎愛凛と雪乃さんの2人の山岸愛凛。あれなんで全然今普通に言ったと思ったのに間違えました。山岸愛凛です、ごめんなさい、じゃあこの2人の掛け合いを早速ご覧いただきましょう、どうぞ。さあでは皆さん、いよいよです。告知した通りですね、ここからはスペシャルゲストタイムです。おお、もう皆さんどなたか分かりますね。では本日のスペシャルゲスト中島由紀乃さんです。じゃんじゃん、よろしくお願いします。お願いします。由紀乃さん、まさかのムーンにまで遊びに来てくださったんですね。初ムーンでございます。初ムーンですね、一緒に楽しむんですねなんだどうやなんかどうやらアイリンは、はい、あれがすごく、はい、あ得意ということで、ダジャレがそうです、言葉遊びが好きです、はいはい、初もう一回教えて、一緒に一緒に楽しむ、楽しむ完璧です。なるほど、ちょっと最初からもう山岸さんワールドに引き込まれていらっしゃいましたけど、うん、いいですね、巻き込んでいく感じがね。中島さんもまた、中島さんも楽しそうでしたね。ちょっとねまだまだ、V があるということなのでもう一丁いきましょう、どうぞ。帰りメールの中でもですね、はい、配信のメッセージで CD 予約しました、予約しましたっていっぱい来ました。ありがとうございます、嬉しい。そうなんですよ、はい、予約しました、予約しましたっていうことなんですけれども、はい、もうこれはね、はい、あの3月14日にウェザーさんで、はい、あダメですダメです、ちょっとどうした、ちょっとライトスね告知をしてるんですか。何ですかよ、そう簡単には告知させませんよ、はい、ちょっとちょっとやめてください、あれで違うの、ちょっと構成表に従ってください、ダメですよ、勝手に告知しちゃう。ここでなんか面白い取り組みを今回やったということで、まあ、全然こうね言っていただいて構わないんですけれども、あえて今回はこう
皆さんのお力をお借りしたいということで、まあ、みんなで一緒にこう一緒になってやってる感じがまた出ると思うので、まあ、意気投合をして皆さんからいただいた空キャンパスの数で、何ですか、告知の時間を伸ばせるっていう、これそうですね、実際これ何分ぐらい何秒ぐらいいけたのかっていうところを確認しとかないといけません。どうぞ。30秒ぐらい計算ができなかったたっぷりもお告知ここはしていただけるんですね。はい、はい、さあではちょっと2分29秒でいきますか。2分29秒で止めていきますので、もうきっちりここはねいきますよ。頑張らないといけないところですね。皆さんからこのもらった秒数で告知をしていただきたいと思います。これ結構長い、ちょっとなんか時間大事余んないですかね。では早速いきますか。では告知タイムスタート。皆様、中島由紀乃でございます昨日から私の初のセルフカバー曲であります君に贈る歌、この曲がレコチョクから配信になりました。やった。すでにダウンロードされたという方もいらっしゃるかと思います。どうもありがとうございます。こちらはですね、携帯でレコチョクさんのサイトに行ってもらって中島由紀乃と検索すれば、はい、君に贈る歌出てきますので、さっきね書きました桜ひとひらという、曲だったんですが、その曲もダウンロードできたりしますので、はい、ぜひレコチョクさんのサイトで、中島由紀乃君に贈る歌ダウンロードしてください。そしてですね、もう来週ですね、うん、3月7日に水曜日渋谷デュオというところで、トラブル失礼しました。もう一回いけるそうです。どうぞ。昨日あのライブなので、はい、本当皆さんにぜひ来てほしいなと思います。はい、詳しくは私のオフィシャルホームページまたはブログにて、メールで予約受け付けてます。メールフォームがありますので、そちらをご覧ください。そして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 これあと何秒、あと何秒。あとまだ1分半くらいあります。まだみんなの力がね、みんなが書いてくれたからね。まだ余裕です。はい、そしたら、はい、皆様先週もお伝えしました、そして、はい、この、ソライブでもいろんなところで、お知らせしていただいております、私の初の CD Dear が発売決定となりました。こちらはですね、3月14日にウェザーさんにて先行販売をします。はい、そちらは、ソラショップにて販売するんですが、ただいま先行予約受付中でございます。はい、こちらですね、ソラショップに行っていただいて予約するというのをして、はい、いろんなねこう事項とかをこう、まあ、名前とかなんとかなんとかっていうのを書いていただきまして予約してほしいと思います。はい、なんと送料はウェザーさんが出していただけということなんですけれども、あ、声小さい、急に声小さい、ね、送料は無料ということになっておりますので、はい、1500円ポッキリで皆さんのお手元に届くかと思います。ポッキリです。そしてその中に特典がつくんですけれども、はい、特典が、特典の正式発表でございます。いろいろ考えたんですが、はい、やはり皆さんの生写真、こちらサイン付き生写真、はい、こちらを特典で受けたいと思います。欲しい欲しい。これはね、まだあの撮影これからするものもあったりするので、うん、これはもう中身は来てからのお楽しみということです。はい、で私のサインも何かしらでつけたいと思ってますので、はい、これはねぜひゲットしてほしいと思います。こちら、いやー、うん、これは今、やばいやばいやばい、3分、やばい忘れてた忘れてた忘れてた、すっかりすっかりなんかあれになってたけどなんか私何でくねってけど大丈夫大丈夫、なんかよっとか言ってたら忘れてましたそう、私も大丈夫、はい、先ほどちょっと映像が乱れまして失礼いたしました。まあでも3分以上結局時間オーバーして告知されたということなんですけれども、もうここでも言ってますから倍ですよね。
場合も6分ぐらいこう小口になってますけど、まあでもあの本当にいい曲が出揃ってるので、ぜひぜひ皆さんお手に取っていただけたらと思います。まあ、先行予約の特典写真がつくということなので、欲しい方は、期限が決まっておりますのでお早めにどうぞ。では続いていきましょうか。では、3月3日土曜日、昨日ですね、あ、おとといか、おとといのコーヒータイムの近田さんの、番組のワンシーンということですね。これはもう素晴らしいパチパチパチの方のシーンということなんですけど、宇野沢さんとの掛け合いでのシーンです。どうぞ。それとあとね、さやなちゃんが今度どこで測るかなんですが先ほど測ってたところって場所は多分この辺りな、はい、あの後ろの風景を見るとね、はい、それで、であと旗がはためいてますって言ってました。そうですね、後ろにそこにありました旗が。そうそうそう、こんな感じになって旗の方向を考えるとね、はい、風がこうです。なるほど、うん、風がこういう風、うんうん、でこのピッチサイドに13時35分キックオフの時は多分入れないと思うんで、うんうん、別の場所に入ってると思うんですよ。そうなってくるとね、影になってるんで若干かなということもありますね。なるほど、はい、直射日光が当たらない、うん、っていうことですね。そうですね、ということで自分はねその辺を加味して青にしたいと思います。青ですね、はい、日陰ないということを読ん で、13度未満の方、はい、ということですね。でしかもこの近くの日陰というのは国立競技場風がこう吹くとね、風が上から吹き下ろしてこちら抜けもう宇野沢さんが詳しすぎてさすがっていう感じですねでそれも深みしてちょっと13度未満かなと。なるほど、はい、そんな感じです。やっぱり気象はこういう地形とか、はい、風読みは重要ですよ ね、はい、これでだいぶ変わるということで、はい、宇野沢さんは、このブルー予想ということですね。これちなみに気温、まあ、ここの、うんうん、細かいすごい予想だ、まあ、あのスタジアムの気象ということで、まあ、宇野沢さん大のサッカーファンでいらっしゃいますから、もうこれは日々こういうこと考えてらっしゃるんでしょうね、宇野沢さんって。きっともう局地的もいいところですけれど もうそこの風を読んでいるということですけど、まあ、試合の勝敗まで、当ててしまうというミラクルを起こされました。まあ、ちなみに結果なんですけれども、宇野沢さんの読みの通り13度未満で柏が勝って青が正解だったということです。柏ですいや見事ですね、持ってますね宇野沢さん、うん、これ面白いですね。何勝何敗かこうちょっと計算しておきたいところがありますけど、うん、なるほど。まあ情熱には負けるところがありますよね、いろんなものが。サッカーと気象への情熱は素晴らしいですからね、はい、また披露していただきたいと思います。では続いていきましょう。また同じ日です、土曜日のイブニング、横町愛さんが、初イブニングだったということで、その時のワンシーンです。どうぞ。ソライブイブニングお伝えします。なんかソライブイブニングってソライブイブですねそのうちソライブニングって噛みそうな気がするけど、音楽消えちゃったししまった、あの人座ってたオン、はい、はい、今日もまったりやっていきます。それでは続いてのコーナーに行きましょう。この時間はもう今日振り返られますからね。あ、出てた今日の空読みフィードバックいや、さっきあの優しいスタッフさんが、私がこう初めてなんで下を向いてしまう話をしたらですね、じゃあタイトル早めに出してあげるよって言ってくださったのに、これで見てる瞬間にも出てたんですいませんでしたはい、今日の空読みフィードバックです。はい、ではい、なるほど。確かに一番最初にやるとなかなかね、コーナータイトルですら危ういっていうことはあるんですけど、うんうん、まあ、いろいろ打ち合わせていたんだとは思いますけど、一瞬こう息が合わなかった瞬間を捉えましたいやいや、でも全然ね、番組が変わってもスタンスは一緒なので、うん、愛知もいろいろな番組やってますね。そう考えたら私ナイトとモーニング以外やったことないですね。
あ、ムーンか。あ、ムーンたまにやってますか。いや、どうなんだろう。お昼はないですね。どんな感じなんですかね。まあ、やったことないので何とも言えないですけど、まあ、機会があったら挑戦してみたいと思います。そんな初イブニングで頑張った愛知なんですけど、その日の夜またもう一つの山場というか、また災難が降りかかってきたということです。まあ、災難って言っていいのか、何と言っていいのかっていう感じですけど、じゃあ行きましょうか。振り返っていきます。ソライブナイト、3月3日土曜日のナイトなんですけど、福島さんが、勘太郎さんが初 MC ということで番組進めてまいりました。その時の V です、どうぞ。こんばんは、ソライブナイトの時間です。今日進行を務めさせていただくのは勘太郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、初の、本日出役デビューということで、この席に座らせていただきました。まあ、ちょっときっかけはひょんなことから始まったんですけども、まあ、今日この2時間通して、僕が進めさせていただくということで、まあ、不慣れなものですから、今日はですね、ちょっと助っ人をお願いいたしました。助っ人の横町さん、よろしくお願いします。あ、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは。こうやってもう言っちゃいますけど、こうしれーっと出てますけど、今日本当は勘太郎さんここにいることでもなければ、私もここじゃなかったんですからね。ですよね。本当は、はい、今日は ね出役が、はい、決まってなかった。もう確実にミスです。で、私イブニングだったんですよ今日、はい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 、初のイブニングで2時間、まあ、皆さんに助けられて爽やかに終わって、振り返りも撮りましたよ。いや、はい、非常に良かったです。で、じゃあ皆さんお疲れ様でした。映像が固まってしまいました。失礼しました。いやー、一致怒ってましたね。いや、本当さっきも言いましたけど、もちろん定員なんですけどね、そういう定位で入ってるんだと思いますけど、まあ、でも8割方は本気だったと思います。いや、まあ、でも なんだかんだ言ってこう愛知のパワーに、パワーというか、まあ、なんですかね、トークで勘太郎さんも助かってたと思いますよ。はい、では、まあ、ちょっとオープニングがこういう形で、キレゲーというか、キレコントでこう始まって、つかみバッチリだったわけなんですけど、まあ、いろんなゲストというか、いろんな方々がまたこの日は、出ていって、まあ、続いてのコーナーが須田さん で、その次が、アイリンですよ。アイリンもこう天気のコーナーのところサポート役で登場しましたけれども、そこからのもう一つワンシーンご紹介します。どうぞ。では続いてのリポート、それでは私が。では初リポート、はい、お願いします。記念すべき第もう1回目のリポートは上げすぎないでください。いや、幸せですね。もう勘太郎さんにもう第1回目に呼ばれる、もう、はい、記念すべきウェザーリポーターさん、一体どなたなんでしょうか。見ていきましょう。さあ、いや誰かな、楽しみですね。もう自分じゃないか自分じゃないかって今楽しみにして見ている方がもうたくさんいると思います。あ、どんなんだろう、ワクワクと。あ、誰だろう。山木さん、初めて敵に回すと怖い人だと思います。本当に怖い人ですね。
毎週の原田さんの気持ちがすごい分かりました今。あー怖いな。もう乗ったらもう止まらないんですね山口さんね。そうですね、楽しくなってきちゃう。いやー怖いですわもう。じゃあちょっと行かせていただきます。はい、大分県佐伯市から届きました、はい、劇団トウキビさんのリポートです。ありがとうございます。ありがとうございます。タイトル降り出した雨に、ちょいと一眠りしている間に弱い雨が降ってた、路面が街灯でキラキラと輝いて見えるよ、うんざりやな。なんで笑うんですか。ごめんなさい、世の言い方がちょっと面白い。突然世の言い方がちょっと優しくなってびっくりしました。ごめんなさい、結構汗が吹き出しました。いやそんななんかあれですけど、ね、読みにくいリポートではなかったと思うんですけど。いやあれねえ、こう何やっても面白いっていうのはいいですね。いやどうなんだ、いいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、とにかく汗はかいてましたね。いやまた次回いつ登場するんでしょうか。うん、またなんかどうなんですかね、あの結局、まあ、いいのか、見ていただけたっていうのはいいことだと思うんですけど、かなりチャットの数が土曜日多かったっていうことで300人超え、うん、なのでまあどうなんですかね、たびたびまたあるかもしれないですね。はい、ということで、いや皆さんもお付き合いいただいた方ありがとうございました。ですね、このコーナー毎週日曜日やってますけれども、皆さんから、の名場面も募集しております。ご覧の宛先までメールを送っていただいて、まあ、その中からスタッフも選ぶと思いますので、ぜひぜひ皆さんのお名前も送ってくださいね。はい、よろしくお願いします。朝ライブ24、まあ、24時間ありますから、なかなかこうずっと見続けるのは無理だと思いますので、この時間でみんなにこう面白かったところはシェアしていきたいと思います。ということで、ここまでソライブナイトをお送りしてきました。ありがとうございました。はい、天気の方も移り変わりがスピードが非常に激しくなってきています。まあ、今日は広い範囲で雨、しっかりとした雨ということで、まあ、柳さんも一言で表すとっていうと雨っていうふうにシンプルにおっしゃってたので、もう雨以外は言うことはないんでしょうきっと。うん、まあ、結構しっかり一日中降り続くタイプの長い雨ということになりますので、特に西日本東日本の方は傘、大きめの傘しっかりと持ってお出かけください。あと北日本では、この後雪になってきて、昼頃に、今日の昼頃に雨に変わってくるということです。まあ、路面状況かなり変化すると思いますので、その辺は注意していただきたいと思います。まあ、春と冬の空気の境目になってくるということなんですが、東日本北日本の方は冬の空気が続きますので、防寒対策もしっかりとして風邪ひかないように気をつけてください。それではおやすみなさい。She
こんばんは。3月4日日曜日のサラライブトワイライト、澤田みなみがお送りしました。ありがとうございました。さあ今日は3月4日ということなんですが、実はバームクーヘンの日です。ここまで食べる必要なかったですけど、バームクーヘンの日ということで、それにちなんでソラキャンバス、あ違う、ソラキャンバスは花粉でした。それにちなんでお目覚ましメール、バームクーヘン食べてるお写真で皆さんの元にお目覚ましメールを送らせていただいたんですが、調べたところによりますと3月4日いろいろな日でしたね。冊子の日、
窓の差しかな。あ、窓の三ですよね。差しって何ですか。あ、窓のあれですよね。窓枠かな。窓の冊子の日だったりとか、あとは雑誌の日、読む雑誌ですね。雑誌の日だったりとか、あと三線の日、あの沖縄で有名な沖縄のこう人がね弾きながら歌う三線の日だったりとか、もういろいろありました要するにまとまりはないんですけど、3月4日語呂合わせでこういろんな日が出てきたので、何を使おうかなと思ったんですけど、語呂合わせのものを使わずになぜかバームクーヘンを使いました。はい、そんな感じなんですけど、あ、すいません、落ちちゃいましたマイクが。はい、皆さん甘いものお好きですか。結構甘いもの食べるとね、集中力アップするって言いますし、あと疲れも取れるって言いますよね。結構この1週間お仕事頑張って、さらに土日はねゆっくりできればいいんですけど、土日も休日出勤だったりとか、あと遊びで忙しかったりするとね、日曜日にどっと疲れが出て、また月曜日から頑張れないっていうこともありますから、1週間、日曜日のうちに1週間の疲れはもう生産しちゃって、月曜日から頑張りたいということで、甘いものを食べて疲れを取ってくださいという、そういうことです。そんな感じでやっていきました。あとはもう一つ気になったのが花粉なんですけど、まあ、雨ももちろん気になったんですけど、花粉がですね、今日は東京、関東エリアで特に関東南部です、ポールがついにオレンジになってました。今日の予報を見るとポールンロボが多いオレンジ色になっていましたので、どうですかね、私もなんかこう番組中目がしょぼしょぼしたりとか、喉がガラガラなっちゃったりとかしたので、花粉本当に今日飛びそうだなと思うんですけどね。どうかな、外は明るくなってきましたけれども、今からちょっと外に出るのが怖いです。マスクしっかりとして、あと今日はオータムヘルシージュースじゃないスプリングポールンジュース帰ったら作って飲みたいなと思います。スムチンさんからですね、埼玉のスムチンさんからは、実は面白いリポートでですね、スプリングポールンジュース作りましたよっていうリポートが届いてました。ちょっとお見せしてもいいですかね。ほら、これです。これをお写真をアップしていただくと、ヨーグルトになぜか青汁に、そして味噌がなかったので味噌汁を入れたということだったんですけど、大丈夫ですかね、お腹大丈夫でしょうか。なんとなくすごく刺激の強いものをチョイスして、私3パターンこう作ったんですけど、サタデーで、その中でも特に刺激が強い2つを、食材を選び出して入れてくださったみたいで、ちょっと心配なんですけれどもね、まあ、ただ青汁もヨーグルトもいいですからね。はい、皆さん力を合わせていろんな対策法をしていきましょう。花粉つらいですけれどもね、はい、しばらくはでもこうすっきりしない天気が続くので抑えられるんじゃないかなと勝手に思っているんですが、ただね、それでも花粉症敏感な方はね感じると思いますからね、気をつけていきましょう。では皆さん、今日も2時間ありがとうございました。明日はお休みなので、また月曜日でもなく火曜日、サンシャインで今度お会いしましょう。ではおやすみなさい。今日もモーニングご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。今日のモーニングはですね、西から雨が降り出すということで、まあ、ここ最近こういうパターン非常に多いんですけれども、今回もやはり予報よりもちょっと早まって皆さんのポツポツリポート届き始めましたね。
西から東へ広がっていくパターン、今後春だとどんどん増えていくわけなんですけれども、ここ最近やっぱり早まるパターン多いですよね。まあ、皆さんからいただいている報告で、まあ、ポツポツパラパラって非常に弱い雨なんですけれども、弱い雨が早まっている傾向が今日もモーニングで捉えることができました。さらに今日のリポートポイントではですね、雨の匂い、まあ、雨が降り出す前の匂いですね、この辺りにですね皆さんに注目して、リポートをお寄せくださいという話をしていました。皆さん匂い、結構いろんな匂いがあると思うんですけれども、雨が降り出す前、今日出たのは鉄の匂いとかですね、草花の匂いとか土っぽい匂いとか、こういったの結構いろいろありますよね。で、匂いは、まあ、湿度によっても広がり方が違うので、結構ですね、観測の中でも奥深いものの一つなんじゃないかなと思います。普段目を使って空見している方多いと思うんですけれども、これからはちょっと、鼻も使ってですね、匂いにもぜひチャレンジしていただきたいなと思います。匂い結構難しいなって正直思ってしまうんですけども、私は私のですね家の近くに焼肉屋さんがあるんですけれども、ですね、そこの匂いの流れ具合で私は風向き読みます。こっち側から風が吹いててなんかすごい匂いするって思うときは、まあ、そちら側から吹いてきてる風なんですよね。でもそんなに大したことないっていうか、あんまりしないなっていう時は逆向きの風だったりします。なので結構ですね、皆さんそれぞれ住まれている環境が違うので、匂いとかいろんな種類があると思います。まあ、今食べ物の匂いでっていう話じゃなくてですね、いろんな匂いをぜひ皆さん観測に使っていただきたいなと思うんですけども、まあ、匂いの広がり、そういったことも近くにあるねお店とかで風向きによって違うこともあると思います。ぜひ皆さんこれからは目だけでなく鼻にもちょっと五感をフル活用させていただいてですね、ぜひ空闇に取り入れていただきたいなと思います。今日も皆さんありがとうございました。ライブサンシャイン、畑夏美がお送りしました。今日は関東ね、曇り空でした。サンシャインの振り返りは以上です。今日はサタデーナイト鑑賞会したいと思います。皆さん見ました？昨日サタデーナイト、サタデーナイト、ソライブナイト、ソライブナイト、サタデーナイトって書いてあったから読んでしまいました。ソライブナイト鑑賞会します。皆さん見ました？多分見た方が多いと思うんですけど、まさか。なんかでもこう、ね、五郎さんのツイッターでなんか若干の何ですか、バラシじゃないですけど、この人が出ますみたいなのありましたよね、多分。まさかのこの方でしたよ。ちょっと時間かかるかな。音聞こえてます？いや、これでちょっと待ってみよう。あ、よいしょ。ちょっと上、オッケー、これで待ちましょう。誰が出るか皆さん予想できました？驚きでしたね。まさかまさかの、ドキ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 。どんな感じで始まったんだろう。こんばんは、ソライブナイトの時間です。今日進行を務めさせていただくのはハンダローです。よろしくお願いします。やっぱりって言ってる、分かってた人もいるんですね。ありがとうございます。いや、初の、本日出役デビューということで、
この席に座らせていただきました。まあちょっときっかけはひょんなことから始まったんですけども、まあ今日この2時間通して、僕が進めさせていただくということで、まあ非常にまあ不慣れなものですから。なんかいつもとキャラが違う気がします。ですね、ちょっと助っ人をお願いいたしました。助っ人の横町さんよろしくお願いします。なるそう。こんない年ですよね、2人とも。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。これであのもう言っちゃいますけど、こうしれーっと出てますけど、私はすごい普通に見てました。ここにいることでもなければ、私もここじゃなかったんですからね。そうなんですよね。本当は、はい、今日はね、予約が、どこまで、はい、なんかこう見てたらどこまで見たらいいか分からなくなっちゃいますね。もう確実に、いやでもなんかすごい電話かけますよ、ずっとつきません。カンタロウさんのこのジャケットの色があまり似合ってなかったので、似合ってなかったですよって、僕がね、似合ってないですねって伝えてあげました。シフトを決めさせていただいて、そしたら、まあ、ちょっとしたというか、別に似合わなくてもいいんだよって、調整ミスちょっと切れてました。僕はちょっと責任を取らせていただこうかなと思いまして、確実に巻き込まれてます。すごいですね。なんかでもいいコンビ、今日横町さん言ってくださって本当に僕心強いです。ありがとうございます。こますってる。ここまでの時間も、ね、愛知って言ってラーメンをおごってくださり、はい、でスタッフさん、別の、ね、スタッフさんも、はい、アメちゃんを買ってくれたんですよ。で私が ありがとうございますって受け取ってたら、カンタロウさんがごめんなさい、僕ももらっていいですか。それいかんですカンタロウさん。いやまあでもカンタロウさんはもともと違う仕事でしたからね。はい、すごいですね、盛り上がってますね。まあこんな感じで30分ごとにカンタロウさんと誰か、なんか相方が変わっていったんですよね。ぜひ皆さんも YouTube で見逃した方は見てみてください。おやすみなさい。コーヒータイム、お付き合いありがとうございました。なんかチャットの方で24時間で愛知3つの番組に出てるって話がありましたけど、確かに振り返ってみれば昨日の、18時のイブニングから23時のナイトに冬打ちで出て、その後12時のコーヒータイムということで、おー拍手することでもないんですけど、まあ、昨日の振り返りでいきますと、ねイブニングの振り返りしかしてなかったんですけど、あの時点では私はナイトに出ることは聞かされてなかったんです。あれが終わってからっていうことだったんで、ナイトに出て、まあ構成通りではあったんですけど、私が怒りながら登場するっていうことで本当に心配してくださった方もいて、コーヒータイムの冒頭、愛知の怒りは収まったかな、あよかったもう収まったようなので退出しますみたいな方とかいてすごい見守っていただいてるなと思いましたけど、台本通りですのでご安心ください。ありがとうございます。で今日のコーヒータイムは、まあやっぱり雨が降ってるっていうこともあってまったりとやっていったんですけども、ご参加くださった方も多かったですね。お外に行くよりも今日はサライブを見ようと洗濯をしてくださった方が多かったようで、ハッピーリポートタイムも今日は100人超えの超ハッピーが一番っていう、いややっぱりあれを見るとこっちもハッピーになりますよね。超ハッピー、まあ、もちろんハッピーでもプチハッピーでもどんなに小さな幸せでも感じているのが一番だとは思うんですけど、よかったなと思いました。であとお電話つないだ方はパクちゃんさん、島根県は益田市の方でしたけども、私がいつもコーヒータイムの空友テレフォンで事前にもらう資料があるんですけど、その方のまあざっくりですよ、あまりこう全部聞くとね事前に聞いたお話とかぶっちゃうので、書いてあるメモに多い人で2回とかかな、過去2回出演いただいてて今回3回目とかっていう方も多いんですけど、今回は、今回で4回目というパクちゃんさんだったので、非常に話が分かりやすいとか、なんか慣れてらっしゃるというか、すごいですね、要点をこうバーッと言ってくださって、
まあ、一番興味深かったのはやっぱりそのつくしの料理法でしたけど、ちゃんとね、あの何ですか、こう皮じゃないですけど、まあ、それを剥いてお水に浸して、で、まあ、甘、あれどういう味付けでしたっけ、甘めな感じで煮物みたいにするっていう風におっしゃってましたけどもね。あ、つくし食べて、で、ね、島根県ということで出雲の方は蕎麦が有名ですから、その蕎麦にちょっとのせたり出汁に入ってても美味しいのかななんていう想像もいろいろしながら話も聞いていきましたけど、うん、やっぱりいろんな方とお話できるっていうのは楽しいですね。はい、で今日はコミュニケーションっていう点からすると、メールも募集しました。愛知アットマークスライブ 24.com にお寄せいただいたんですけど、そこではまあ五感で当たった天気の変化っていうところで聞いたんですが、こちらも興味深かったです。ただ、まあ、古傷で感じ取るとかっていうちょっと切ない感じの回答もあったので、そういう方この雨の日はどうにかこう頑張って、私も頭痛になったりもするので一緒に乗り切っていきましょう。ということでコーヒータイムお付き合いありがとうございました。明日お休みをいただきまして、火曜日はサンセットだったと思います。あの、いや久しぶりにまた担当いっぱいになったなと思って、別にあのイブニングがまたそういうレギュラー化して入るってことではないと思うんですけど、で、まあ、4つ今週は4つ番組担当があるわけですし、あとモーニングでコンプリート、もうコンプリートする気は一切ないんですけど私の方ではということなので、まあ、また今度はサンセット、お付き合いください。では皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。ソライブサンセット山田康葉がお伝えいたしました。さて今日はですね、打ち合わせの時、本番中、そして、まあ、最後に反省会っていうのがあるんですけど、その3つの工程の中に必ずご飯が出てきました。ご飯っていうか食べ物、まあ、打ち合わせの時はそれほどなかったんですけど、番組中はやっぱりこうね、おやつの時間帯、夕飯の時間帯ということで美味しそうなものをたくさんリポートでいただきました。反省会では何が話に上がったかというと、番組中にあった桜餅の戦いでした。私関西人で、木田さんがですね、予報センターからわざわざ降りてきてくださって反省会したんですけど、木田さんも関西人で、今日のスタッフは関東、神奈川県の方、関東対関西の戦いです。でですね、その女性がですね、まあ、女性の、神奈川県は女性の方なんですけど、木田さんは桜餅はどっちですかっていう話をポンって投げかけたんです。木田さんはね、桜餅は桜餅でしょうっていう、なんだそれっていう、どう名字ですかみたいな話をした時に、うん、桜餅は桜餅だろうと、で絵を出してきてくださったんですよ。関東のスタッフは、これは違うぞと、関東の桜餅は桜餅じゃないとずっと言い切ってましたね。確かに関西と関東の桜餅だと、ここは私も関西の桜餅を譲れないなと思いました。関東の方はあまり道明寺の桜餅は食べたことないんですかね。ぜひこの春食べてみてください。そこからまだ時間は大丈夫ですかね。よくわからないところに展開していってですね、そういえばどら焼きって、どら焼きって関西で言わないよねと、え、どら焼きって言いますよって話から、いろいろ調べたところ、まあ、違う言い方があったんですけど、その中にですね、回転焼きっていう部分があったんですね。関東では回転焼きっていうもの、関西では寒天焼きとは言わず御座候って言うんですね。御座候はあのメーカーの名前なんですけど、今川焼きと違ってちょっと薄いんですよ、皮が。で、あんこがいっぱい入っていて、そこからなぜかよくわからないんですけど、御座候のシステムについて話が展開していき、関西の方は分かるかと思うんですけど、焼き方にこう無駄がないんですね。こうチュッ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 って生地を入れて、ピッ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 ってあんこを入れて、で
詰める人が、まあ、女性の方詰めるんですけど、包装の仕方が神業なんですよ。1人10個とか20個とか買うので、早くないと行列ができてしまうんですね。で、関西で行列はタブーなのですごいんですよっていう話を、なぜか関西の木田さんと盛り上がって、関東出身のスタッフはポツンとあ、私も食べたいですとなんだかちょっとかわいそうなことしてしまったんですが、関西と関東やっぱり結構大きく違うことがあるななんていうふうに思いました。ただやはり天気は空はつながっているので、関西で雨が降ればやっぱり関東でも雨が降る、西川天気は下り坂、夜遅くには、まあ、この時間には雨降ってるところ多くなっていると思います。空模様の変化十分にご注意ください。そして日付が変わって5日は広い範囲で春の嵐となりそうです。横殴りの雨などに十分注意して通勤通学行うようにしてください。それでは今夜もハピネスな夢を。ソライブイブニング、お疲れ様でした。今日もですね、天気のところをしっかりとお伝えしたソライブイブニングなんですけれども、明日月曜日は天気が荒れるところが多くなりそうですね。広い範囲で雨となって、特に西日本や東日本の太平洋側、まあ、午前中はですね西日本、そして午後遅い時間ほど東日本というところで雨や風が強くなってきますので、傘をさしていてももう足元なんかがねびしょびしょになってしまうような、そして嵐のように沿岸部なんかでは風が吹くというふうに予想されていますので、傘を持つとですねちょっとこう風に煽られてしまうような、そんな天気になってしまうかもしれません。春の嵐という表現がぴったりくるような荒れ方になるところもありそうですので、明日外で、ね、お出かけになる方や通勤通学の皆さん、ぜひご注意いただきたいというふうに思います。それからですね、あの北海道方面もね明日晴れるところ多いんですけれども、まあ、今夜から明日の朝にかけて晴れるということは放射冷却でまた路面凍結というところもありますので、ドライバーの皆さんもご注意ください。そしてあの町この町ご当地リポートは、今日は鳥取をフォーカスしてみました。まあ、昨日のリポートで鳥取砂丘からのですねリポートが届いていまして、鳥取砂丘チャットでも行ってみたいなという方いらっしゃいましたね。私もまだ鳥取砂丘に行ったことがないので、本当に行ってみたいところの一つの、ポイントではあるんですけれどもね、そちらの方に Google Earth でも行ってみました。あ、それからあの空ボタンで今日はどこでしょうということで、あの鳥取砂丘のリポートの写真で問題を出していたんですけれども、ヒントが面白いんですよね皆さん。糸電話とかですね、トリンドルとかですね、いろいろと出てまして、最近あの町この町ご当地リポートのチャットの皆さんのヒントがとても楽しみです。もっともっとですねこうチャットをソライブのこう画面の方に、出すとね面白いなというふうに思っていたんですけれども、皆さんもう答えが分かっている方も直接答えを書くのではなく、こうちょっとこうオブラートで包んだような書き方をされるんですよね。それが面白くてですね、最近の楽しみの一つになっています。今日は鳥取ということで行ったんですけれども、鳥取砂丘はもちろん Google Earth で小山池という近くのですね湖ではなく池とつくものでは日本一大きな池があって、鳥取砂丘のですね数倍以上 Google Earth で見てもありましたよね。これ意外でした。それから鳥取といえば大山、こちらの方もぐるっと山を一周 Google Earth で行ってみましたけれども、といったことで今日は鳥取県をフォーカスしたあの町この町ご当地リポートでした。楽しかったですね。はい、では天気の方ね、明日月曜日はちょっと荒れるところ多くなりますけれども、また、詳しく天気の方もお伝えしていければというふうに思います。ソライブイブニング、ありがとうございました。
ルンプロジェクトがつぶやいてます。天茶、ヨーグルト、バナナ、青汁とウェザーニュース、花粉症スタッフは対策の効果か今のところ症状は控えめです。さまざまな味変でトライしてましたが、まさかバナナプラス醤油でトマト味とは。完全これ私のことですよね。本当なんです。皆さんも楽しみながら試してみてください。まあ美味しくはないですけどね。よし、投稿お返事しておきました。あ、15文字オーバー、ダメだツイッターで140文字までなんですね。皆さんもポールンプロジェクトぜひフォローしてみてください。最新の情報を、まあ、発信していますし、あとは小津郎先生の一言とかいろいろ詳しく載っていますので、ぜひツイッターやってるよっていう方はねフォローしてみてください。まあ、そんなこんなで今日はですね、ソライブムーンの中で日替わりコーナーは花粉最前線のコーナーがありました。今日もですね、中継つないだたくあんさん、すごい勇敢でしたよね。花粉症なのにその杉林へ行って今どんな状況かをちょっとつついてみたりしながら、その状況をリポートで教えてくださったっていう、あんまりね無理はしないでいただきたいんですが、すごくね花粉症の皆さんにとっては危ない場所なのであんまり近づかないでほしいんですが、でもまた報告しますよっていう風に言ってくださいました。またもう厳重な装備を、マスクなど厳重な装備をして、もしね気軽にリポートとかちょっと離れたところからできたりしたら、またその様子を教えていただけますと、まあ、今後のね本格シーズンに、その中継をつないだたくあんさんの滋賀県はまだ本格花粉シーズンに入っていないっていうことだったので、そういった皆さんからいただく情報とかポールンロボの情報とかそういったものを見ながら本格花粉シーズンとかね判断するものになるということでしたので、皆さんからの報告っていうのは本当に大切です。もし可能な限り無理のない範囲でこれからもリポートいただければと思います。たくあんさん本当にありがとうございます。他にもたくさんの花粉報告をいただいてますし、空ボタンでもねいろいろ分かってきたことありますので、ぜひ見逃した方は YouTube でご覧ください。ちょっとね花粉症じゃないっていう方は結構ね人ごとに聞こえてしまうかもしれないですし、いや自分は大丈夫っていう、なんか不思議と花粉症じゃない時ってそういう自信があるんですよね。私もかつてそうでした。なんか私なんない気がするって思ってたんですけど、なんか誰でもねなる可能性っていうのは持っていますから、うん、そういう可能性を秘めているので、ぜひねご家族とかお友達に花粉症がの方がいるっていう方はですね、ちょっとこう代わりに見たりとかして、ね、こうらしいよっていうふうにちょっと教えてあげたりっていうのもいいですね。一緒に乗り越えていきましょう。でも今日も3時間ありがとうございました。ちなみにここには今日話題になったバームクーヘンが、3月4日バームクーヘンの日ということでバームクーヘンがあるんです。これでもバームクーヘン好きのスタッフさんがすぐ後ろで見てるんですけど、これもらってもいいですかね。あーちょっと渋々なず、じゃあ一口だけもらってもいいですか。